皆様こんにちは。ザ・リーグ関西 A1 リーグの模様をお届けしておりますよ。第9戦目ということですね。はい、はい、実況のプヨでございます。お願いします。解説の林さん、はい、よろしくお願いします。ね、あわや中へ。はい、いやー、ほんと役場出ないですね。いやーですね、ね、はい、はい、あの役場出て大騒ぎしたいんですけど、陳謝してましたね、まさにさあんなしてなかなか見られませんから ね、はい、貴重な映像が前回流れましたけどもね、はいはい、今回もなんか貴重な曲名が出るととてもいいなーなんて思ったんですけども、うん、確かに、はい、では貴重なことが起こるかもしれない面々ご紹介していきましょう。さあ、同じメンバーではこれが3回戦となりますから、はい、最終戦となりますね。はい、はい、まずは陳謝となりますのは和樹氏でございますね。ちょっと枚数戻したんですけどもね、先ほど2着で、少しチップ減らしましたが、はい、なんとか頑張ってトップ取ってほしいですね。はい、はい、続きまして陳謝正弘であります。はい、はい、なんちゃではなく陳謝正弘でございますよ。はい、めちゃくちゃ陳謝してますけど、はい、はい、もう許してあげてください。でもまだチップで23枚プラスですからね。あ、全然プラスだったね。はい、そして通信庫であります、ね、悔しいな。最高バニー怒ってますよこれ、はい、ということでね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ちょっとね負け出してますんでね、はい、ここでちょっと息を吹き返したいところであります、はい、では第9回戦スタートしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ザンリーグ新規会員募集中、詳しくは概要欄から。今チップ状況もちょっと簡単にお伝えをしましたが、和吉がね、この3連戦スタートする前60ほど負けてたところですね、うん、はい、今マイナス53までちょっと戻してきたというところなんで、まあ、なんとかねトップ一つでも取っておいて、まあ、例えばマイナス40とか、うん、マイナス30とか、うん、いうところまでいくとかなり元に戻るかなと。そうですね、さっきも飛び進んだったんですけどね、なんとか2着まで粘ったんで、それがもう止まりましたね。本当大きいですね、そういうの、まあ、そういうところが一つ目安になるのと、土チンコはちょっとね、あの自利品といいますか、はい、ね、あのうまくこう点数まとめるはずだったところがちょっとずるっと滑り落ちちゃったんで、ラスになっちゃいましたけどもね。旬危ない、土チンコさん。え、何ですか？旬危ない。何ですって？初初。何ですって？もうリーチじゃん。和吉が親番で吹くのか。あ、でもどうでしょうね。今、初初って言ったのは現物だからですよね。めちゃめちゃ、そうですね、安全進行で言ってますね。ということは、これ次、自敗が出てしまう？まあ、バッターボックスですね。てーてーてて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 。いや、これ、まあ、こんな早いリーチ、わかるようないですからね。現物合わせるんだって丁寧だな。逆に急走の方が安全かもしれないですね。筋、うん、ならまだチューンは手にかからないかな。次はシャーか。じゃあハクかチューンの選択ですよね。ハク、危ない、危ない。トンとチューンだったらトンはダブトンだからチューンが出そう。やばいやばい。シャー、まあ、シャーは大丈夫ですね。大丈夫だ、はい、積もってほしいですよね。例えばこれなんとか積もってくれたらなんか助かった感じがしますよね。ね、危ねえってありますもんね。E1 ぐらいいきますか。現状何の枚数が2枚ありまして、チューンが山に1枚ございますのと、ポッチもあります。まだ大丈夫そうかな。うん、シール貼ってない。これは当たる。一旦吐くですね、現物ですね。あ、偶然積もる。そう、こっち積もりました。これはチュンで稼いだ方がいいですね。裏ドラがちょっと何でも見えないですけど、チュンで稼いだ方がいいですね。そうですね、リーズもチュン。あ、でもこれ赤赤だから漫画までですか。そうですね、はい、6000の1枚ですね。6000オールの1枚。よかった、今日初めてのポッチツボが出ましたよ。土んこさんも危なって思ってますよ。そうですよね、はい、うちも当たってるみたいな。でももちろん正弘も何当たってるなんて、ね、はい、まあ何は6000点で済んだんかな。あ、そうですね、はい、6000の1枚で済んでましたけどね。さあ、ということでございまして、和吉見事にポッチ積もり上げまして、漫画のスタート。ああ、ここは花1枚にいて、ちょっと手が暗い、ただ手は速そう。こちら赤赤ドラドラ。ああ、役がなさそうですから、リーチ進行ですかね。まあ、トンナンシャーペイをちょっと処理していくでしょう。こちらもそうですね、はい、まあ、うまくいけば単用がつくかなって感じですね、はい、4トイツ。おっ、ドラさんだ。今日ちょっとゴツゴツしてますね。そうですね、ちょっと急所が何箇所か見当たりますよ。
おい、おい、おい、赤スリードラスリー。トンがちょっと痛いな、まあしゃあないですけど。これ花あと2枚抜いたらあのトリプルスリーですよ。はい、はい、あ、3枚抜けてえわ、1枚ずつ抜かれてた、もうなかった。ただもうダブルスリーでも十分高いですからね。高いですね。あ、これチートやついいじゃんって。一旦パーソギリにしましたね。あ、これどうしましょう。あ、素直に3ピン切り。お、9万を手の内に置いた。あん、まあ安全な牌かな。ちょっとなんか嫌な予感でもしたんですかね。9万自身で1枚切ってる牌でした。あ、ここで頭ほぐしてメンツ手に戻ったのが、これはツチンコですね。カズキチここでウーピン1枚外す。でもまだドラが5枚ある。うまくいきましたね。まあ、チートやつは、うん、ね、あのテンパイ外しましたが、うわー、なんじゃこりゃ。ペンチャンリャンメンのイーシャンテン。赤を捨てても赤を引くっていうね。羨ましいですね。テンパイして大きいっすよ、これ。いや、これどうでしょうね。リャンピン、リャンソ、スーソ、ローソイーピンのイーシャンテン。イーピン、スーピンのイーシャンテン。意外に広い。いや、ここだってある。嬉しい。これちょっとでげつないですよ。そうですね、倍満クラスですね。積もったら倍満ですよ。いや、これ6級層めちゃくちゃ良くないか。確かに。4枚ある？ 4 枚ある。ああ、3品結構あれですね。ああ、本当ですね。もうだいぶ引き気味というか、3品は。ああ、こちらもチートイツインシャンテン。けど、おやりやりね、チートイツで粘るってもなんかね、嫌っすよね。嫌ですよね。ああ、もう今インソー引きましたけど、完全3品で撤退ですね。はい。お、これをロスト使える。使えると言っていいのか、これ。ハーピング安全牌。うん、あれとか、これ、チーソーか、チーソーか、3品引きゃいいのかな。チュン、ションパイですか。うん、スーソーも通ったし、3品も通ってるから、まあ、チートイツみたいな。あれ、またチートイツ、いいシャンテン。すごいね、粘るね。いいピンはどうだ、ノーチャンス。ただし、ションパイ。実際はツチンコが2枚。やめだって。うん、まあ E1 ゲージだから通りそうは通りそうですけど、まあ、まあね、そのまあ万が一にですね。そして今9層1枚ツチンコが吸収しましたね。これで老層が、あ、老層吸収だ。すごいね。老層なくなった。あと9層1枚あるだけ。ポッチはない。ただこれ全員やめてくれるな。わ、天敗だ。すごいね。チュン短期、イーピン短期、どっちも通るよ。イーピン切った。どっちも通るよって言ってもね、分かりませんからね、切ってる方ね。チュンと、ああ、そういうことか。そうですね。イーピンは明確に現物ですけど、まあ、チュンは現物じゃないんでね。そうですね。あれ、イーソがめちゃ良くない？まあ、筋やし、なんか、上がるならチュン。じゃ上がるならイーソ。チュンぐらい勝負いこうかなって考えてますよ、はい、この顔は。陳謝、正宏、どっちを捨てる？けど山に1枚なんですね。両方とも1、2、3。そうですね、どっちも1枚ですね。はい。実は表面上の上がりやすさはどちらも変わらない。やめだって。イーソーもチュンも危ないと思ったんだって。ね、戦えないっすよ、やっぱ。そっか。となると、和吉、最後の急走を積もることができるか。世の中に9層があと1枚だけある。あと1枚だけある。この9じゃねえんだ。うん、積もれるか。違う。諦めた頃にね、サクッと引いたりすることあるんでね。はい、いやー、積もれずでしたね。
まあ、耐えましたね2人からしたら。そうですね、そのまあ降りて正解、これが最後の、はい、さあ流局となりました。いやー、和吉もねこれ超強力な手でしたからね、上がれればあわやというところでしたけども、さあ残念ながら流局となりました。1人転敗、和吉もちょっと苦笑いですね。これ積もれたらめっちゃ大きかったっすね。そうですね、いやー親の倍満には至りませんでした。さあ連チャンいたしました。むむ初アコだぞ。また打点が見込めそうだな。ドラーパーピンです。タッチャーから。いやー、つちんこさん、ちょっとしんどいなぁ、ね、今日ね。まさひろも一メンツあるだけで、あときついですよ。あれこれやばいやばい。またなんか、親の先生を受けて、なんか、対応したり、回らされたり。ありますよね。展開になりそう。うわあ、これ、カズキチ来るよ。来るよ。来ちゃうよ。やめたつ。まあでもね、地を切ることしかできないですから。なるほどね。地入って1枚じゃ役に立ちませんからね。そうですよ。あ、来るよ。あ、土地んこはいいんだ。土地んこは来てもいいんだよ。さんはただでも、カズキチさんがリャンピアンコって。いいシャンテンだって、リャンピアンコだって。なんか勢い感じますね。わあ、これで3ピン引いてもいい。うん、いいピン3ピンのお茶強そうっすよ。なんか良さそうですよね。だって自身で2ピン3枚使ってますからね。はい、ああ、これカンパーピンの受けもあるけどどうするかな。これ4人打ちだと本一に行く人も少なくないと思うんですが。なるほどね。シンプルにあの枚数にしましたね。やっぱあの、このザンリーグで見てると、こういうあの、枚数で采配を選択するっていうケース多いですよね。はい。さあ、リャン・ウソでリーチだ。一発目を吸収だけど、これはウーパーソン行った時だけ助かります。あ、リャンゾン。一発だって。かわいそう。マジでかわいそう、これ。さあ、リーチ一発。流派赤ですか。1万2000は1万3000ですね。いやー、これは。教託1位。これはかわいそうやわ、三蔵切った瞬間にリャンスを引いて。いやー、なんかさっきもなんか似たようなことありましたですね。うん、ありましたね。しかし、まあ、でも、一吉のやっぱその、ちゃんと受けを重視して、枚数多く取ったっていう戦略がズバリハマりましたね。そうですね。さあ、一吉2本積みました。ぼちぼち親は流したいですね。そうですよね。いやー、つちんこさん苦しいな。まあ、初は泣けるけども安いしね。そうですよね。あ、ごめんなさい、2本じゃないですね、3本積んだんですね。はい、失礼しました。チンコはこれ効果いいですよ。軽そうですね。初、うん、なんかすぐ出そう。先一ピン？先一ピン。でも、まさひろも初出そう。初出そう。みんな初をちょっとなんか回避していく面白いな。見えてるわけじゃないんだと思うんですけど ね。なんでないのな、これ。これでポン。さすがにか。テンパイもですね。このチーピンは。これでリーチでしょ。あいしゃー。お、曲げないまだ。え、リーチじゃなかったの今。リーチじゃないですね。ということは、これ、あくまでも多面チャンにしたいんだ。もっと多面チャンにしたいと思う。それか、一気通貫？まあ、要は、まあ、ローソー引きはもう、まあ、もちろん採用ですけど、その、777ピンのところも使いたいんでしょうね。例えば、ローピンパーピンとかいいですよね。そうそう、ローピンパーピンとかはいいですよね。これどう？イースーソー。イチー！ C ピン引きりのイースーソーを選びましたか。シャーギンしなかったですね。ええ。まあ、でも E ピン、スーピンってきて、チーピンって出しだから、6級ピンとかウーパーピンとかめちゃめちゃ切りにくいですね。確かに。そうなると、かえって E スーソーが盲点になるか。うわー、E卒変えない。まさひろ、E卒変えない。まあ、9番、9番がまあマジョリティっぽいですけどね。一旦そうしますか。現物ですからね。チューも自分で切ってる、ハイヤシのは、なんか、絶妙っすね、うんうん。いずれ切るんでしょうけどね。うん、
チーピンのマタギの傘割れ通りました。あとウッパーピンが通ってないように見える。あ、ウッパーピン通っちゃった。これでもう一回今のってことはなんかビンズの上の入り目っぽいようには見えるんか。おー、とりあえずお外でパイ。おお、マサヒロはこれ超落ちてそうですね。いやでもサブローソテンパイですよこれ。あ、本当だ、リーチ行くんだ。さあサブローソでリーチ、ね、あれまたこっちあるな。これイースーソタイ、あ、リャンソ、リャンソの方だ。上がりは土チンコになった。初1枚は2000点、2000は5000。いや大きいですね。川崎さんもリャンソの選択あったんですけど、そうですね、本来ならリャンソソクリーって言えばあれ積もりの牌ですか。ちょっと今のはでも分かんないですね。さあ和吉の連チャンを止めましたのはツチンコでありました。さあ長い長いトンの1曲終わりまして、トンの2曲にやっとここから入りますけど、おやっとトンの2曲か、やっとトンの2曲です。おお、いっぱい広告つけれるね、この動画。お、カズキチはこれ揃ってましたね。カズキチの勢い止まらないか。土子だってペイはアンコ。さあ、二目ザル。さあ、シャーポンだって。ローソン白、白だって。うん、ローソン残すんですね。まあ、トップ名なんでね、かわして親流したいですよね。もう4000点だって全然いいよと。展望ない状況で大体だったら。何もポンして、さすがにリャンピン短期。まあ、さすがに本一なったんでね。自然これで羽根輪のテンパですね。はい、でもリャンピンなんかこれすぐ変わりますもんね。うわ、これ見てチンコもテンパイは感じそう。ストイックだね、これはちょっとね。あれこれどうなるんだ。あっという間にマサヒロさんチン切られんのじゃない。親番のマサヒロさん、リャンピン出たよ。あいや、こんなん刺さるんかい。本一、あ、ごめんなさい、これ本一なん聞いてないから、本一シャア花々ですから、これ漫画までですね。うん、いやー、そうか、確かにウーピンからスライドなら確かにリャンピン出ますね。出ない出ないと思い込んでましたけど、ありました。8000点の上がりを途中、さっきだからあの取られた分を取り返しましたって感じですね。だけどもっと和樹さん取ってるからね、もう利子つけて返してもらいましたみたいな。怖いな。さあ、せっかく親が回ってきた正弘、あっという間に親蹴られまして、とんず3曲。まあ、横置いてったんで、まあいいんじゃないです。おっとっとっと、いい感じいい感じ。てかね、ここも割といいんですよ。割といい割といい、縦に伸びればすごい。マサヒロはどうでしょう。4万2千持ちは無理する局面じゃないですか。まあ普通にマサヒロさんいいシャンテンですよね。そうですね、はい、まあこれはまあ普通にテンパタリッチでしょ、強いと思います。急走にするかイーソにするか、はたまた両面固定。両面固定かーかー、渋い両面固定だ。これはさすがに数値層を受けにして、数値層換算ピンのいいシャンテン。なんかそうすごいね。なんですこれ。カンちゃんカンちゃんのいいシャンテンですか。おひょ、キューピンウーソーでもよくなった。あ、ついて、鼻抜いて、あ、これどうです。まあ一旦両ピンの受けるもいい、両面固定、想像は両面固定。カズキチもここから手が進まないですね。うん、おっとっと、これでリーチか。さあウッパーピン、リーチとん、花は4000点からのリーチ。チーピンがいい感じに切れてていいんじゃないですか。あ、本当ですね、早いですもんね、はい、ただパーピンウッソしたらカズキチの方か。あ、カズキチでもいい、両面になってドラ1枚打たれて、あ、ランソがアンコだ。これ急走打つこともできますね。あ、そうした、うん、トンカンだ。トンのアンカンです。シンドラはリャンピン。リャンピン？ツチンコは統一だったな。リャンピンだ。
そうか役がないっすな。あ、いや、キューピン、キューピンと働いてる。単位当てではあるんですけどね。パーピンどうするこれ。キューピン、あ、イマリアンピンが取ったり、スーピン取ったりしたから、ちょっとまだ残りましたね。いったんですね。ただこれ、パーピンいつ出てもおかしくはない。積もった、うん、リーズもトン、花。マンガンから。さっきは一回も乗れなかったんですが、あ、乗った気がする、乗った気がする、乗った気がする。全部乗った。裏5裏5ですね。いや、見せて。会長。え、会長、裏ドラはね、ちゃんと地面に置いてください。はい。見えませんから。はい。はい。イーソーとパーソーが裏ドラでした。これ5枚オールですか倍満の5枚オールですね。すごいな。ちょっと僕らのリアクション見せてくれへんかったから、かぶらぶりましたね。あとでまた陳謝してもらいましょう。はい、陳謝してもらいましょう。これ陳謝です、これ。はい。陳謝案件です。6001番の5枚オール。オッケー。はい、4花と同じ効果が出ましたね。ちょっと進行さんしんどそうですね。やっぱそうですね、うん。いや、これチップ10枚はでかいっすね。さあ、これで何入になります。いやー、つちんこさんは親かぶりは、それはチップは払わされるわと踏んだり蹴ったり。確かに。あ、花さん、まさひろさん、花さん、花さんだ。まさかと思いますけど、四花になってまたチップをおほーなおーって感じ。まあ多分メンツはないですね。ただハックでもこれ多分仕掛けるんじゃないですか。本ですよね、これね。言いますよね。うん、ドラさんなんでね、だって、まあ、パッと見ドラ6あるんでね。てかこれ赤ウピ1枚捨てたって羽もありますよ。そうそう、なんなら、あの、和吉さんの親流すのも大事ですからね。こんな高い手で流せるんだったら言うことないですよね。ね、しかし土んこだってチャンスで。そうですね。逆に和吉さんは苦しいですね。暗いな、手が。四枚目の花は一体どこへ行くんだ。さあ、テンパイですね。ダマテンにしましたか、ペンチーピン。なんかこれ捨て牌だけ見たらなんか国士無双やってるのかなっていう感じがしますよね。ただ早いだけっていう。やり直し考えましたけど、テンパイ続行しました。はい。おやけるわ、テンパイだ。高くない？これちょっと高くない？これスッチャスト掴んだら嫌やで。出るよ。一巡前。今は出ます出ます。今来たとこだもの。出ちゃうよ。ただね、まさひろもチーピンが出ちゃう。確かにそれはそうなんですけど、これ危ない。あ、ダメって。これほんまにきついな。ハク、ドラ、赤、花、花、花、12000。ツチンコが窮地に立たされました。さすがに涙出そうです、僕も。そして、まさひろが今度、なんと、カズキチを捉える勢い。そう、しかも、6000オールとかで、ツチンコさん飛んでしまいますよね。飛ばした上で逆転シールですね。で、しかもこのハイパイか、もう国士行くしかないか。もうほとんど今手の内が。いや、もうこれ実質下ろすかもしれないですよ。これを。あんなにトーン一曲長かったけど。本当ですよ。いやー、これまさひろめちゃくちゃいい。うん。離れるやんか。こちらはもう明らかに国士無双ですね。シャンテンだ。トーンなのシャア。シャアとハク。ね、シャアとハクとイーピンですね。ハッ、あー。リアンシャンテン。ただし、ハクはもう盤面に2枚見えている。いやー、イーピンここにあんこか。ダメリーチだ。だ。ダメだ。ダメだ。これはマジで。ダメだ。これは君に言った。まさひろ、積もれば優勝です。これはきつい、マジで。で、こっからだって、降りんのってなっても、あれやし。で、かずきさん、ここは、でも、かずきさんが、この曲は絶対降りないと思うんで。そうですね。しかも、かなりいい形ですよ。積もるときに6000まで飛んじゃうんで、いいじゃんてんよ。いいじゃんてんだ。苦しいハクとイピーだ。いや、これ間に落ちてるぞ。これ熱いぞ。そうか、そうか、そうか、筋。じゃあ、チーソーっすね。でも、嘘は勘できなくなるから、ローソーって言ってもありますね。あ、もう嘘ないから大丈夫ですね。あ、本当や。失礼しました。はい、で、これでサブローピンでリーチだ。サブローピン対ウッパーソー。ローソー通ったラッキー。惜しいこれ、いいピンか白ですよ。いいピンか白。こっちはもうない。ザンルール。国士無双暗観論。ありますよね、確か。あれ、これは？いや、もう、これは、行くしかないん、どうだ、でも、横決着も見えてくるから。うわぁ、苦渋通り。
積もられていく。無情すぎるな。マジで。マンガンになりました。リーズもピンフ花か。カズキチさんもさ、手上げた時にさ、うっぱっそうとかさ、自分が嘘暗号にしたのにさ、みたいなさ、あるのに。わぁ、ちょっとグロいね。グロい。グロいね、これ、ちょっとほんま。なんか、麻雀の悪いところをツチンコさんが見せてくれたというか。そしてですね、カズキチわずかに刺されました、ね、しかも7万点台から落とされて、チップを、まあ、プラ4からプラ2になった。そしてマサヒロチップ、おそらくこれで40枚に到達したんじゃありませんかね。いやね、恐ろしいね。はい、というわけでございまして、見事マサヒロが、漫画を積もり上げまして、スチンコを飛ばし、この9回戦終局ということになりました。いやー、最後まで手に汗握りましたですね。そうですね、はい、ではまたこの後ですね、メンバーを変えてお届けとなります。ではまた次回放送をいたしましょう。ありがとうございました、はい。